無人青オガンピは、人長下下青眼オガンピ族の常緑低木。別名、小笠原ガンピ。普通樹高は0.5から2メートルになるが、輪内のものは2メートルを超えるものもある。よく分子し、若い枝には、泡褐色の毛が密生し、毛は2から3年やど損する。幹の樹皮は、紫褐色で、縦じわがある。葉は、ほとんど無柄で密に耐性し、 枝先に集まる傾向がある。葉心は長さ一点五から十センチメートル、幅一から四センチメートル。形は楕円状と欄形内視聴楕円型で、先端は丸く、時にやや凹み、基部はくさび型となる。円は全円。葉の表面は緑色、裏面は単色で七から九体の葉脈が目立つ。下記は種として7から9月。茎先に、 筒形の黄色い花を4から8個つける。果敢に見える学頭は長さ6から7ミリメートル。果敢列片に見える。学列片は4片に割れ長さ3から4ミリメートルになる。雄水は8本あり、学頭の内側につく。脂肪は短い柄があり、中等は小さい。果実は液化で長さ5から7ミリメートルになる。卵形態で赤く熟し、光沢があり、 長毛をまばらにつける。私有一種で、雌花にあるおしべに、薬の痕跡があるが、花粉は作られない。また、尾花には、死髄があるが中東がなく、結実もしない。小笠原諸島の固有種。父島列島、母島列島に分布し、尾根付近のやや乾燥した、紅葉の地や、岩歴地に生育する。和名の無人青岩皮は、 小笠原諸島の古い故障の無人島に算するため、純絶滅器具2000年のレッドデータまでは、絶滅器具通類、ありがとうございます。